疲れ様です。お疲れ様です。いつものお願いします。ご苦労様です。 BSC チャンネルお帰り。あ、なんやさっき一目惚れして買ってしまうあれ、今日私服ですね。私服ですよ。珍しい。呼び出しくらったからね。そうですね。今日は何ですの。こっちが何ですの何ですの。実は、はい、今日、今ここ、はい、住之江のボートレース場、ボートレース住之江、はい、っていうところへ来ております。はい、はい、ボートレース。ボートレースですね。はい、競艇っていうの。今日はギャンブルしに来ました。ギャンブルなの、はい、これ急に僕の企画なんですけど、はい、よくよく考えたらうちの会社って僕がいなくなったらどうなるんだろうって思った時にちょっと怖いなと思って、はい、思い立ってこの企画を作ったんですが、僕がもし倒れたら、はい、多分間違いなく次期社長は部長なんですよ、オートマチックに。はい、なんで部長は俺がもし倒れたりなんか不慮の事故で来れなくなった時に社長になった時にまず何が一番大事だと思う。大事なの。はい、社長にとって大事なもの。社長にとって大事なもの、はい、シンプルに1個だけあります。大事なのは信念。ああ、いいこと言うね。残念。違う、違う。信念とか、知識とか、はい、品とかじゃないんですよ。品があっても、知識があっても、はい、ダメなんですよ、経営は。唯一一番大事なのは、はい、運。運？運とタイミングだけです。運？はい。うちの会社も大きくなったのは、はい、運とタイミングが良かったからです。いや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 。というわけで、はい、今回。というわけや。はい。企画としては、はい、部長に昇文をつけてもらおうと思う。つけてもらうというか鍛えるために今回競艇場でギャンブルをしてもらおうと思います。あのライブ配信の時にスクラッチ散々やって自分ないと思う。宝くじってギャンブルに入んの。入るか。入るんか。まあいわゆるこういうなんか掛け事的なのは僕も来たことはない、はい、初めてなんです人生で。あ、初めてなんですか。はい、部長はあんの。ないないない。ないですよね。オッケー。じゃあ今からボートレース場に行って僕の財布から10万円出します。10万円を、はい、で10、はい、この10万円を増やしてください。増やせ。でもう捨てる気でやっていいから。で増やせられへんかったらどうすんの。自腹。いや、また来る。また来る。勝分つけるまでつけるまで来る。はい、だから今日はお試しってことでとりあえず10万円を使って部長にギャンブルをしていただき勝分をつけてもらおうと思います。皆様この10万円、はい、部長が最終的に勝つか負けるか、勝つおは負ける、これにベットしてください。ベットしてください。はい、ではベットしながら楽しんでください。では行ってみよう。行ってみよう。 BIC チャンネル。かっこいいね。トトトトってなるよね。はい、競馬場に入ってまいりました。で、今からかけてもらうんですが、はい、今日のレースのメンツどんな感じですか。この人たちはね、今日のレース、あ、おー、多分練習してるんだろうね、これエンジンの調子とか見てんじゃないの。波の様子とか、あの多分カーブが決め手やと思うんやが、イン取ったからいいというもんでもないみたい。で、今回のメンバーなんですけど、これは大丈夫ね、映しても。すごい名前でしたもんね。独島さん。かっこいい。独島さん。で、そうそう。さあ、1人にかけるのか、はい、1位、2位を予想するのか、1位、2位、3位を予想するのか。多分そんなんやと思うんやけど。はい。ここはオッズで決める？それとも笑顔で決める？どうしよう。笑顔かな。笑顔で決める。いや、そんなんやつは10万すぐなくなるで、あんまり。そうやね。いやー、笑顔かな、でも。何を基準に選ぶの。多分あのチケット売り場にオッズが書いてあると思うんや、この人が速いみたいな。多分成績で大体のなんか速い遅いが出てるはずなの、うう馬と一緒で。馬やったらレースの前にちょっとくるくる回るとこあるやんか、うん、お馬さんの状態とかなんか見たりするんでしょ、うん、船の場合はないんじゃないの。それない ね、 ね。まあじゃあちょっとあのオッズ見に行く。はい、オッズ見に行ってちょっと決めようか。ドリフトやね、車でいうところ。難しそうだね、運転するの。いや、そうはもう慣れてるでしょ、学校出てる人たちでしょ、ああいうの。あ、確か学校でやるのか。そうそうそう、なかなか慣れないみたいだよ、あの競艇の選手には。
すごいお金かかるって聞いたことあるよ、あれになるまで。では早速この10万円渡しとくんで、こんなに、まあ、なんか使い切ってください。はい、よし、じゃあオッズを見に行こうか。ありがとうございます。おーい違うの。はい、行きましょう。はい、PIC チャンネル。はい、今県帰りきました。はい、全くわからない。もうここにたどり着くまで30分ぐらいかかりそうなイメージですね。積みの上ですよね、まっすぐやね。はい、そっちじゃない、そっちでしょ。違うね。おーい、まずお金入れるのか。あ、お金入れてください。どうするか、もう行く。3回レースあるから一応3枚、最初1枚様子見。あー、部長らしいな。もうそんなんじゃ経営者なられへんで。じゃあもう1枚、もう1枚じゃあもう1枚さあ2万円入りました。はい、返却をしていい。えで、あ、カードさっきやらなあかんねや。ほらさっきかけなあかんねや、何と何って。あの、そういうことね、あれみたいに、はいはい、ロトセブン、全くやり方わからん分かってない、マジでやり方わからん。1位の人を予想するの。うわー、こんなやり方になってんの、すげえ。すいません、で11でいいですかね、これ書き方わかんないんですよ。いや、今日そのこれ書かなかったら、あ、1レースここでしょ。はい、ここで次2レース、3レースずっとあるんですよ。はいはい、ここで そこを買うときにこの何レース目、ね、レースで、これ今これ終わったら次2レースやから、2レースだったら次2レース。ありがとうございます、うん、めっちゃわかりやすい。これ新聞あげるわ、今日のやつ。え、新聞くれるんですか。いやいや、今日のやつはこれですよ。ちなみにお父さん、今日のレースかけてます。僕はね、最初だけ買いに来たんだけど。何かけてます。1、2でだいたいいけるって見てんやけど。1番、2番、うん、この松井さんと峰さん、うん、さん、あと、あとはどうかな、あとは3、4、5ぐらい、そこらで入るの。やっぱじゃあこの1番、2番は早いんですね。だいたい確率から言うたら 80% やな。で、2位もライトもないし、裏がな、どうなるか分からへん、うん、だから、ま、これ松井でさえ大阪の地元やから、ここのどんやから見に行ったら割と前良かったんや、はい、だから大体硬く、本命の会員さん1人で硬いと思うけど、入る範囲は別よこれめっちゃ詳しい。あくまでも予想だから。ありがとうございます。あとはもうこっちで男の好きなやつ買ったから。はいはいはい、そうしよう。2位も買えるしね、1人で、だから買い方よっしゃ、頑張るぞ頑張ります。よっしゃ、すごかったね今まで。めっちゃいいよ。よし、じゃあ買おう、今回買おう。難しいな。お、松井くんがディマーになるっていう予想ですね。はい、峰くんが1位で、うん、松井くんが2位という予想ですね。5000円、1万円でも大きいよ、ね、大きいよ。当たればいきなり来る可能性あるからね。こもう一個入れておこう1万5000円。はい、1万5000円まず使いますね、はい、了解。はい、ではチケット買いに行きましょう。記入されていません。記入されてないわ。レース書いてない。書いておいて。位置やね。いった。あー、すごい。あ、一個ずつか。はい、入りました。はい。発行ボタンを押してください。はい、人生初協定これで成立ですね。ちょうど今、2時43分になったところなんで、はい、レースが3時5分やったけど、じゃあ席に戻りましょうか。はい、他に新聞までもらっちゃったガチ勢じゃない。ガチやねはい、お疲れ様です。なんか前にさ、電光掲示板になんか出てるやんか、オッズみたいな。あれとか見方あんねやろな。全然わからへんな。どう、自信のほどは。じゃあ、おっちゃんの情報を手に入れたからね。
じゃあちょっと整理しておこうか。2連単というかこれが21です。5000かけてます。で、3連複やね。順番順不動で235126。一生らしいかけ方やなこれ。なんなんそれ、どういうこと。なんか一生伏線打っとくみたいな、順不動でも当たるようにみたいな。最初はね、最初の様子見やな。当たったら感覚掴んで絞っていく。だから第2レースの直前情報によると、4番の大江くん、大江っていうの、大見くん、この子は直前情報によると、ピットイン、ピストン2個、リング、ピストンリング、シリンダー変えてるね。そうなの、でも、うん、エンジン、なんか最後調整してるね。こんなん何の情報になる。ピストンとシリンダー変えてるからこいつにかけとこうかみたいななんのかな。ねえ、まあ F1 と一緒で腕も当然必要だけど、マシンの調子も左右されるだろうね、結果に。俺カートやってる時なんかしたけど、メカニックっていうのがついてるね、エンジン専用の。見てくれる人が、はい、確かボートレースで自分でやらなかねんな、全部自分でやらなきゃいけないんですか。ちゃうかったかな、なんかそんなんやったような気するけど。だからそのエンジン、メカニックもやらなかんから、いろんなこと勉強してなかった。さあ始まります。すごい元気出てきたよ。ギャンブラー女子。これを気にハマって思ったらありえるで。毎週昼休みスポーツチーム広げてるかもしれない。やめとけよ。おエンジンボンボン言ってる。すごいすごい。お始まった。あーすげえ、始まった始まった。あ、じゃあスタートポジション作るか。あれもろ、ちょっとスタートから遠いな。振動じゃないんですか、なんかこの時間内にスタートラインを通って、あー、ランニングスタートみたいな感じ。はい、スタート、始まったね。始まったよ。よーいどーん、頑張れ頑張れ、いけ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 、ぶっ飛ばせ。どうどう、もう盛り上がってますよ、叫んでますよみんな。あ、1番や、西村くんがぶっ通しや。お、1、2や、4来てる、4来てる、1、2、4や。あ、3、3来たな。あー、ぶつかった、危なかったな今。あかん、1位独走や。1番、2番、3番、あ、1、2、3だ、まんまだ。部長あれかけとくべきやったんじゃん、1、2、3、普通にまんまやで、背番号順やん。ダメだったね。残念。少し、走った後の何超えるのすごい不利だよね。そうそうそう、その辺も駆け引きがあるんだって。さあ第1レースは 1,2,3 という結果でした。残念やったね。どうする、次のレース。あと30分の間に決めなあかんね。おい大江さん、めっちゃイケメン。コンピュータ予想を信じようかな。コンピュータ予想。そんなんやったら倒産するで会社。そう。2と3と5と6、2356、2356ですね。コンピューターがよく拾ってるの。4番もあかんのか、大見くんも。わからんよ、オケさん変えたところで。1と4がフルムされてるな、コンピューターに。ただいつも通り自信はないって言ってますね。おー、これ星一つですね。さあ書こうか、紙。はい、とりあえず今日5万かけて5万もらっていいかな。アホか。書き方、どうだっけ。俺ちょっと別枠で書けようかなって思ってる、うん、俺もちょっと分からん時はあんまりわけのわからん書き方せへんタイプだから、うん、3、2と2、3かなの2連単書けようかな、うん、やっぱデータってそこそこ大事よね、ちゃんとメイトするのかね。まあそうだそうだ、でもデータ通りにやって勝つんやったらみんな勝つはずやから。
そこが難しいのかな。PIC チャンネル。はい、第2レース始まります。これちょっと何番何番かけた？こんな感じ。256、はい、と235と236。3連ターン。お、ターンいったね。はい、で、23。2番、3番、はい。2番が1着、3番が2着。はい、いいですね。分散投資。分散投資。結局何もかけたの？何も。3万円使った。ってことは今何も使ったの？5万ぐらい。で、ちょっと僕もね、名前に細田宗則って言うんですけど、はい、宗則の宗、同じ字が入ってる。字が入ってる思ったんで、この方か。あ、そうそう、永田。この子が行きそうなんで、僕もちょっとかけました。23と32で2連単と、で、大見くんがワンチャンピストン変えていくが来る可能性があるかなと思って、432の3連単です、はい。計1万円かけてます。3000、3000円使います。どうかな、分散投資ですね。はい、もっといってください。さあ来た、レース始まったね。始まったよ。うわ、最悪や、3来た。3馬力早い。1、5、3。1、5、3。位置、オッズめっちゃ低かったもんね。見方間違ってんのかな、なんか。大見くん全然赤いやん、ピストン変えてベベやん。1、3、5だ。マジ？うわ、全然じゃん。あら、まあ1強いな、今んとこ、ね、やっぱり1番強いの。コンピューター当てにならんな。なあ。最後しよう、最後帰ろ。アホな、アホな。10万使うぞ。マジで？で、次やってなあかんやん。よっしゃ。テンション下がってきたな。でもあかんね、ここで最後取り戻すぞ。経営でもあんねん、こういう時って、はい、追い込まれてクレームでうまいこといかへんくて、はい、さあどうするっていう、まさにここにこの動画のシーンがある、はい、最後の最後に経営者ならここにかけるっていう、 こっちへ行くぞっていう進むべき方向を見出して、はい、買った時に初めて経営者やから真の。お、なるほど。いや、なるほどじゃなくて。ちょっと整理しようや、はい、第1レースは1、2、3やったやん、はい、もう番号10やったやんか、はい、で第2レースはやっぱり1番が1位やったやんか、はい、だからあの番号って結構大事なんじゃない？前の成績によってあの番号で振り負けれてるんじゃないの？ F1 でミハイル・シューマッハとかハミルトンが番号1のように、だ次のレースでその1番の子が来るかどうかや。さあ、おっちゃんの力借りよう、この新聞の。うん、新聞の力を。おっちゃん目を書いてないわ。ヒントない？ヒント残しない？おっちゃん、ヒント残しないわ。あと5万を最後に全部かけなあかんの。そうやね、もう時間的にも2万にして3万焼肉食べに行きましょうよ。いやいや、無理。けんのめっちゃプルプルする。この一瞬5万だよ。どうしよう。カエルも泣いてるわ。もう帰る言うてるわ。もう帰るやんな、ほんまに。3万で焼肉食べた方がええって。コンピューター予想さんはちなみにどうなの？コンピューター予想はさっきもやったけど2押しやな。2、3、2、1、2、3、1、2、1、3、2、3、5、2、1、5、2、5、3、2、5、1。チケット買いに行きます。さあ、これでもう10万終わり。はい、ちなみに俺もさっき自分の自腹で1万かけたからこれ11万円飛んでます。やば、これがゆきちさん帰ってきてね。吸い取られて。結構いろんなかけ方したね。内容がよろしければ分散投資してきました。変わったかけ方しとんなって思われんやろな、プロの人が見たら。証拠物件。PIC チャンネル。そのカエルは何なん一体？いる？いる。あ、さっきとお茶違う。ありがとうございます。カエルさんってでも縁起物でしょ。縁起物。ね。
結局最後の最後に勝てばいいんよ。そういうことやろ。そういうこと、うん、いやほんま KO もそうやで。勝負出てうわやべえもう来期越せるかなとか来月従業員の給料払えるかなって誰もが経験するよ。みんな俺もしたけど、でも最後で乗り切れたらそれがまた経験になるからね。はい、あの時のボートレースを思い出せってなるんよ。なるかなるか。さあこの動画をうちの従業員が見てなんて思うかやね。俺も俺もってなるやろうね。行きたい行きたい。まあ、次期経営者候補になったら連れてきてあげましょう。でもミニクーパーくん使ったやん、うん、だから悪いことあったからちょっとそろそろねいいことがここで使いたいね。いやほんで結局何かけたの見して。はい、それですね。1、2は僕の助言で買ったよね、はい、最初から最後まで結構 このパターンを買ったんで、はい、と新聞のデータと私の勘と、あ、おじさんの力借りた。おじさんの力と、ごっちゃ混ぜです。1、5、4、1、5、6の、3連単、あ、2連単で1、5、2、1枚かけてた。あ、今気づいたけど全部1入ってんや。ええと思うよ。1徴収させて1、5、6、1、2、4、1、2、5、1、4、5、1、2、4。なんで1、4、5だけ3000円なの。なんか弱せた。いや、ここの辺1000円にして、あ、余ったどうしようってなって。うわ、適当なかけ方しとるわ。まあいいんじゃない、それで当たれば勝ちやからね。結局さあ部長泣いてもらっても最後始まります。来た、おい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 、1出遅れたぞ。もう2番来たで。あ、でも追い返し追い返してる。あ、やっぱ1、1や。早い早い調子いい。ほら来た、1、2、3や。2直線早いからな。ほら来た。うわ、1抜かれんじゃん。ちょ待て、1、2、3来いよ、頼む。え、嘘、1、2、3ややっぱ。ほらな、言ったやろ。しまったな、1、2、3にかけときゃよかった。ほら順番通り1、2、3ね。1、2、3だってね、順番通り。これ合ってたんちゃう。合ってましたね。1、2、2連単すごい。3入れようかなって思ったけどやめてんな。やめた。入れてたらもうちょっと良かったのに。だる。3入れて良かったね。本当だ。入れたけよかった。ミスったな。社長の助言が当たった。なんか複雑、足赤いやん。はい、最後に候補細田が当たりました。以上、惜しかったぞ。これか1、2、5と1、2、4。そうやな、1、2、3入れとき言ったやん俺、番号順に入れた方がいいんじゃねって。この流れだと小に行くそうでした。分からん、入れてみよう。うん、5000やから大したことないんじゃん。なんぼなんねや、5000やねんかけて。うわ、ほら14,500円。返却の投票券をお送りください。すごい、5000が1万円を数えています。3倍、約3倍。ありがとうございました。お金をお受け取りください。はい、10万円が14,500円になりました。減りました。やったな。そうだ、知ったな、全部。はい、僕の10万円、はいはい、最後1万4500円戻ってきたから、はい、8万5500円は彼らの給料になりました。はい、楽しませていただきました。勝負、はい、結果、ないないね。なさすぎ、なさすぎ。ないね。まあ、これを機にちょっと勝負をつけていきましょう。はい、なんかまあ、ほんまに実際に俺が倒れて、はい、経営がうまくいかんくなってどうしようっていう時に、はい、なんか死にかけてる俺の病院に来て、はい、俺がこうこうしなさいって言って最後当てたような1万4500円ですね。はい。何かこのアドバイスとかあればコメントでまた教えてください。はい。
もういかんけどな。ギャンブル。いや、次競馬行こうよ、競馬。マジで、うん、次私自分のお金で行くの。いやいや、そこはお金で行くの申し訳ない。そこは、まあ、皆さんが楽しんでいただければということで、はい、とりあえず今日はハイエース塗って帰るわ、はい、ずっとそう。というわけで、はい、今回の動画が面白かったと思う方は、はい、グッドボタン、はい、チャンネル登録の方もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、ではいってらっしゃい。いってらっしゃい。はい、おまけです。お疲れ様です。お疲れ様です。軽く8万使ったね。申し訳ございませんでした。どうでした、競艇レース感想。まあ、あの経の何センスを、スキルをつけるためにとか、まあ冗談で今回企画でやりましたけど、ボートレース初めてでしょ。初めて行きました。まあ俺も初めてなんだけど、どうやった感想。いや、なんかすごいいい席やった。なんか一番盛り上がるところって見れたから、のカーブの最初の、うん、第一コーナーみたいなね。でもなんかあの一瞬で何も飛んだと思ったら変な汗がすごかった、ずっと。いや、まあ思い出としては楽しかったんやけど、多分今回のレースって、はい、俺ちょっと特別やったんちゃうかなと思うけど、なんでかって1、2、3、1、2、3やったやん、はい、第1レース 1、2、3、 第2レースが1、2、1、5、2とか言ったことない、5、3とか言ってた。なんか確か1が一番強いみたいな。で最後の最後俺はもう1、2、3でいいんじゃねえって言ってた。ほんまに1、2、3で、うん、あんなやったらさ、なんぼでも勝てるやんって思ってもんやけど。たまたまじゃないの。たまたまやんねって思いたいけどな、うん、まあ今回ちょっといろいろ2、5、6とかいろいろかけたやんか、はい、3、2、5とか、はい、で全部見事に外してしまって、外してましたね、うん、でボートレースの楽しみまだ分かってないと思う。はい、まあ、また機会があれば、はい、ワンチャン行きたいかなと思ってます、はい、あと競馬、競馬ね、うん、もうやっぱ勝負をつけるために、はい、そのギャンブルを楽しみに行くっていうよりは、あの鍛えに行くみたいな。運って鍛えられるもんな。僕はそう信じてます。じゃあ私もそう信じてます。はい、その潔さとかさ、はい、いうのもあの身につくと思うよ。まああれに比べればみたいなやん。はい、あ、候補10万平気で笑いながら使うもんなみたいな。あるやんか。はい、そういうのもまあ一つの経験やと思って、はいはい、仕事で巻き戻します、損害分は。まあ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 企画ですからね、はい、まあ、楽しかったってことでよかった。よかった、うん、あともうカエルにも出会えたしね、なんか知らんけど、うん、ちょっとこれ使いすぎたか、この子いる、いらんわ。いらんって言われた。いやー楽しかったでも。はい、まあ、ボートレース最近 CM でもやってて、なんかこう楽しいよっていうのをこう宣伝っていうか PR みたいなのやってて、まあ本当に前からちょっと興味あったんよ。へえ、と思ってて、うん、まあ思った通り楽しかったですわ。カートやってるのとなんか精通してるとこあった、特にボートってやっぱ全然違うもんね。うん、うん、そうだね。まあ抜かれた時のクロスラインみたいなのに似てるかなと思ったけど、カートと違って、まあ、違スリップストリーム、いや、そんなんないと思うね。というよりむしろ2番手からの波の避け方とか避け方が1位の人とは全然違うんやろうなって思いながら見てたけどね。1番とか2番で作った波をこう乗り越えるのすごいロスってそうな感じでしたから、うん、あと3周ってのもまた絶妙な周回数やな。あれまた5周とかやったら変わってくんやろな。5周とかもあるの分からん、ね、うん、また変わると思う、レース展開は。まあ、皆さんもぜひね、週末、はい、この YouTube BIC チャンネル見て、あ、ちょっとボートレース面白そうやな、行ってみようっていう人がいれば、全然行ってもらってもいいんじゃないかな。はい、楽しいですよ。すごい。普通にね。楽しかった。はい。というわけで、おまけ動画でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうね。バイバイ。チャンネル登録もよろしくね。